マンドリン奏者、作曲家。それまで、ワルツセレナーデ、更新曲のような軽音楽の分野に限られていた、マンドリンを、クラシック音楽の楽器として認知させるよう尽力し、マンドリン復興の祖と、評価されている。パスクワーレ・ビナッチャ・ナポリ出身。幼くして、父母を失い、母方の祖父のパスクワーレ・ビナッチャに養育された。ビナッチャカは18世紀前半から続く楽器。 制作メーカーとして知られており、パスクワーレはマンドリンに技術的な改変を加え、モダンマンドリンのその一人とみなされている。ムニエルはビナッチャ家の人々からマンドリンの演奏を教わり、作品のマンドリンとギターのための三つのマズルカはおじのジェンナーロに捧げられている。最初に音楽の手ほどきを受けたビナッチャ家の工房で成長したムニエルは、 1869年にリコルディからマンドリン教則本を出版したナポリの音楽家カルミネ・デ・ラウレンティスからマンドリンとギターのレッスンを受けた。15歳の時にナポリ音楽院に入学しピアノ、火星、作曲を学び19歳で卒業した。卒業後はナポリで演奏会を開くようになりまた最初の作品が出版された。それは 椿姫と新京都を二つのマンドリン、マンドラ、ピアノの四重奏に編曲したもので、後者はイタリア王妃に検定された。22歳の時にフィレンツェに移り、そこでご半生を過ごすこととなった。フィレンツェではすぐにビルトゥオーソとしての名声を確立し、またマンドリンギター教室を開いた。著名な生徒には王妃のマルゲリータがいる。 1890年に第一、第二マンドリン、マンドラ、マンドリュートからなるマンドリン始終相談を結成し、イタリア全土で演奏活動を行った。その結果この形態のアンサンブルが一般的になることとなった。1892年には著名なバイオリニストのカミーロ・シボリが主催するジェノバ国際コンクールで始終相談は一等賞を獲得し、さらに、 競争曲と蝶々で、作曲、演奏の両方で金賞を獲得した。1909年10月、ビットオリオエマヌエーレ3世の前で、助曲に蝶々などの自作の演奏を行い、賞賛の言葉を受けた。1910年にマルセイユとアントウェルペンまで、演奏旅行を行ったが、フィレンツェに戻った直後に病にかかり死去した。最初の妻のルイーザは若くして亡くなり、 ムニエルは、ヒカを捧げている。二番目の妻のアルミダとの間には、ルイーザとエレナの二人の娘を設けた。ムニエルは多作の作曲家で、作品表には350を超える出版作品がある。少数の例外を除いて作品は、マンドリンとギターのために書かれている。またマンドリンのための教則本も出版している。ありがとうございます。